これマジで 3D じゃないとわからない動きをする。丸山駅前でめっちゃ流行ってるやつじゃん。滑った。船長。はい。船長助けて。いや助けれません。じゃあ続いて。はい。のれんですね。全然2人がいなくなることなんてなくない？だって2回連続でしょ。まあそれ結構危ないよ。ユーザーに聞いた問題です。え嫌い？え嫌い？とはあんまり。ええ大丈夫な派？スバルはもうアップローブよ。大阪府。アップローブって何？オッケーってこと。おお。愛知県。沖縄だよ。沖縄だよな。おお。イエイ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 。いやーやっぱりね。沖縄県だけが。そうなんだ。ね。なんかパイナップル。沖縄っぽい。確かにパイナップル沖縄っぽい。真面目の常識。セレンゲティ国立公園が。初めて聞いた。セレンゲティ国立公園。しかもこのタイプだった。え、これどっちなのこれは。え、今は、じゃあまたトマからやろうか。うん。これ。いや、野生動物だから、この一番下のアフリカだよな。アフリカじゃない？え、スバルも、まあ、見た中ではアフリカかなって思ったんよ。うん、それよ。それだよね。うん。え、多分それ。グッバイ君の運命の人消えた。マジかよ。やばい、とは終わっちまうよ、この今日の。スバルさん、次マジやばい、次ね。次終わりたくねえ。今の二人でやったやつだから。短冊に書かれている言葉は何と読む？ああ、よろし。ちょっと、ざわ。もう一回問題見ない。じゃ問題見ようか。まずね、まず問題見よう。この花札の短冊に書かれている言葉は何と読むか。え、でも、あのスロシ？いや、これはよろしだよ。わろし、よろしって言うじゃん。そうか。で、ただ、あのあが、うん、やっぱあのよろしだよ。あのよろしにしか見えんて。でもあのよろしって何？え、真剣終わりたくないよ。こんなところで終わりたくない。あの時よかったねってことなんじゃない？これでもさ、うん、でもあじゃなくて目、雨よろし。え、じゃあ、え、これ悪、悪よろし。でものがなくなるもんね。そう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 、のがなくなるからあのよろしなんだよな。そうそう、そう思う。くだったらもうちょっと主張が激しくしてもらわないと。ちょっとだって、じゃあのは何なのってことになるもんね。そういうことよ。あのよろし、いや、よろしはってこと。そうだよね、あのよろし。え、多分復活してよな。ちょっと待って、本当にこれミスったらガチで終わるから。え、これスバルちゃんいいの本当に？それで、いや、もう正直、え、でもあのよろし以外わからなくない？ああ、よろし。でもノバ2回押せんもんだしね。パスあるよ、パス。いや、パス、パスで。ちょっとやっぱコンピューターが危険にさらされています。危ないです。じゃあこうする。行こう、行こう。うん、いい、うん、もうダメだったら終わるよ。え、でも二人でそう思ったからさ。そうだね、そう、さっきも二人で思ってトアは消えたからさ。確かに。え、ってことは違うってこと？え、だってだってのがさあるもんね。あ、あ、ある、ある夜、ある、あるよろし。でもいや、あのよろし、あのよろしだろこれ。それしか見えない、あのよろしだろ。いくよ。せー、ほんとに？え、だってもうわかんないよとは。いや、あの、ちょっと待って。どう、トアの、トア的にはどう思うこれ？いや、トアはもうあの夜のシーンしか見えない。スバルもあの夜のシーンしか見えない。あのスルシ、あのスロシ。だって巣ないじゃん。ヨガ巣みたいな。
で、よろしはよろしじゃん、うん、ってことはあるよろしか、あくよろしか、赤よろ、あるよろしじゃん、待って、あるよろし、背景が赤いよ、赤いよろしってこと、これ買って読むの無理があるよな、うん、無理があるとか言って赤だったらどうしよう。あのよろしにしか見えんわ、スバルもあのよろしにしか見えない、じゃあいいんじゃない、じゃああのよろしで、うん。何いくよ、うん、せーの、ということで本日の放送は以上です。いや、マジだよ、とは。そっか。でもこれリベンジする機会が与えられるってことですか。そうだね、また次、別の機会にリベンジしよう。え、あと1回やる。え、ちょっと待って、これはさ、だってさ、なんかむずいよ。え、むずい。え、じゃあみんなに、じゃあもうあと1回、泣きの1回していいですかって聞いて、うん、いいよって言われたら、そうするし、じゃあ分かった、あと1回、あと1回2人で間違えたら終わりでいいやん。どうみんな、え、あと1回で、じゃああと1回、だから今みんないいですか、ちょっとあと1回だけ、あと1回間違えたら、次間違えたら本当に終わりでいいですか。そう、そう、あと1回間違えたら2人ともに消えよう。すいません、うん、そう、そうですね、うん、ちょっとじゃあすいません、戻させていただきますね。じゃあここからすいません、じゃあなんでみんなそんなカリカリ怒りマークつけてんの、カリカリしないでよ。これはスバルの、スバルのファンのなんかそういう流れだから気にしないで、切れてる。カリカリしないで、そら頑張ってんだからね、カリカリしないでよ、カリカリ梅。ということでね、まあ、じゃあ次もミスったら、うん、2人とも終わるよ、うん、いいよ、一緒に頑張ろう、うん、赤よろしなんだ、わかんないよなこれ、2つ目の文字はのではなく、かを崩しすぎだろ、どうなって、そういうこと、このくに見えた、これはこの、あ、そういうことか、このくのこれが横棒だったってことか、そう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 、なるほどね、勉強になったねってことで次行こうや、はい、ちょ間違えられない、え、これもまだわ、ね、音楽やばくない、ね、音楽は、あ、待って、流れた、南市の作曲家、オッペンバックが作曲したこの曲は、運動会の曲だよ、運動会の、天国と地獄やん。これはわかるやん、天国と、いいね、いやこれはいけるぜ、よし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 、うん、オッケーオッケー、天国と地獄の序曲です、これ天国と地獄、和室の席次の問題です、え、お客様をどの席にご案内したらよいか、これやばいよ、でもお客様をさ、ええじゃん、縁側にさ行かせたらやばくない、なんで、そうなの、わかんない、でいいよ、スバルちゃんの思う感じで、眺めの良いだから、眺めが良い方は B っぽそうじゃない、でも A のトアがブロックするかもしれん、どういうこと、何言ってんの、わかる、こだからトアがここに左に座って、スバルちゃんが右に座った時に、うん、左側にさ眺めの良い景色が見えるから、 A に座ったら背中を向けるわけじゃん、あ、なるほどね、こっちにお客さんを座らせてこうしてってこと、うん、でもさ、なんか上の人は奥にやるみたいなのあるよね、あれ上の人を奥にする、あ、だったらお客さんが上になるからこれでいいんじゃない、そうなん、その背景が、背景もよく見えてかつ奥に座ってるから、うん、なんかよくさドラマとかでさ、だいたいこういう家の主人ってさ、この
え、なんか会議室があるとき、こことこことこことここ4つあるとするじゃん、4人が座れるとき、うん、一番上の人はこっち側に座るんだよ。知らねえ。で、一番下の人が手前入り口側に座るのね。なんか物を、うん、なんか運んだりとか、うん、多分そういうなんかそういうのだった気がする。とはすげえじゃん多分。え、じゃあこっちが主人でいいってこと？お客様が A なのかな。奥側っていう風にすると出入り口から一番離れたところにしなきゃいけないから。でも距離一緒じゃねこれ、二等辺三角形じゃね。でも出入り口がやっぱり直接あれなんじゃない。あ、そういう、ん、そう、出入り口にやっぱり一番近いじゃん、てか目の前じゃん。あ、なるほどね。だからひ左なのかな、逆に。え、どっちなんだろう。でもトイレってこっち側にありそうだから、トイレに近い方がいいんじゃない？いいよ、スバルちゃんが決めて。ね、なんでなんだよ！いいよ、スバルちゃんが決めればいいじゃん。え、だから、おえ、トアはこっちなんでしょ？お客様が。うん、そっちかな？ A かな？スバルもトイレがここにありそうだから、うん、この、ここにね、ここにありそうだから、うん、お客様はトイレが近い方が助かるからこっちの方がいいんじゃないかなって思うわけ。え、普通はトイレから離れさせないとちょっと失礼だよ。じゃあこっちだよ。でもスバルちゃん先輩だからそっちの方がいいんじゃないの。なんでだよ。でもそうだな、どうする。まあ、でも終わりたくねえよとは。こんなところで物語をこれでめっちゃ引きずって伸ばしてます。なんてこと言うの。考えてんの今。こっち縁側に、縁側、縁側ね、こっちに例えばめちゃくそ太陽が近かったら、あ、つくな、この人は背中燃える、でもこの人は顔燃える、背中と顔どっちか燃えるっていう選択肢。じゃあ背中のがよくね、うん、じゃあ縁じゃない。お客様、お客様背中燃えていいってことでしょ。お客様は背中も燃えた、だって顔面燃えるより背中燃えてた方がいいだろう。しやな、こうよ、そうするか。逆だね、やっぱ。だってさ、波平がさ、波平がさ、いつもこっちに座ってるやん。ああ、波平がいつも、波平ってなんかさ、あのさ、背景庭じゃん。だってお客さんが入ってきた時考えて、あのさ、ふぐたさんじゃなくて、違う、たらちゃんじゃなくて、あの、いくらちゃんのお父さんが入ってきた時、うん、手前側じゃなくて奥側座ってない？座ってた気がする。ってことはつまりこれじゃね、こうだよね。波平がこっちで、で背中焼けるお客様ってことよね。これでいこう、波平理論を信じるんだ。マジで間違えたらやばいな。間違えたらもう終わるから。いくよ。トアのせいにしようとしてるでしょ。え、大丈夫、スバルも、スバルもこう思った。スバルも背中焼けた方がいいと思う。うん、いくよ。はい、せーいくよ。うん。あ、それでは最後に一言、一人ずつ言って終わりたいと思います。とは。では。